皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は長期欠席のある生徒の高校受験についてお話しします。前半では長期欠席の取り扱い、後半では長期欠席者を積極的に、受け入れている学校のお話をします。まず中学3年間の中で長期欠席の期間がある生徒、こういう人が高校受験する場合、欠席の取り扱い、これはどのようになっているか、ここに問い合わせしてみる、この方がいいと思っています。特に私立の場合ですね、長期欠席の取り扱いが学校によってだいぶ違うんですよ。富士見高校さんは長期欠席を理由に受験を断ることはしないと、このように言っていますが、他の学校ではこういう学校があります。3年間の欠席が50日以内、かつ3年時、中学3年の時ですね、この欠席が5日以内、これを条件とする学校もあります。さらには欠席日数が条件の範囲内であっても、教室で通常の授業を受けていない場合、これは受験を不可にすると、こういう学校もあるんですね。なぜかっていうと、中学までは義務教育なので、やっぱり年が来れば上の学年に上がって卒業していくんですね。つまり学校に行って教室で授業を受けなくても、保健室なんかで授業を受けても出席になると、またはフリースクールなんかに通って出席日数に充てるという、そういう場合もあります。しかし高校は義務教育ではないので、しっかり授業を受けられる、教室で授業を受けられる生徒が欲しいわけです。ですからこのような条件が出てくるんですね。では長期欠席者、積極的に受け入れている学校を紹介します。長期欠席のある生徒、これを受け入れている学校を紹介すると、公立高校では静岡県立伊豆総合高校の土井分校ですね、こちらでは長期欠席児童を受け入れています。全国から生徒を募集して下宿生活を送りながら高校生活を送れる学校です。この土井分校については別の動画で紹介してありますので、そちらも参考にしてください。それから私立では飛龍高校の生活文化コース、一般的に三島スクールと言われる学校ですね、こちらがあります。飛龍高校自体は本校沼津にあるんですけれど、この生活文化コースだけは三島にあるので三島スクール、このような名前がついています。これ遠方の生徒は寮で生活を送れるようになっています。そしてほとんどの通信制高校が、長期欠席期間のある受験生を受け入れています。通信制高校といっても、通信だけじゃなくて実際に学校に何人しか通うと、今ではこういう形が普通になっています。今回は長期欠席のある生徒の高校受験についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。